一人で悩んでてもしょうがないし、勇気を出さなきゃ。失礼します。誰もいない。こんにちは、マドンナちゃん。今ちょうど写真を現像してたんだ。見てく？あ、はい。これはこの間クラスのみんなで星見会やった時の写真。後輩たちも押しかけてきて、なぜか闇鍋大会になっちゃってさ、もう大変。ほら、誉ちゃんが胃薬持って苦笑いしてる。専用先生術科の皆さんが勢ぞろいですね。すごく楽しそう。金久保先輩は大変そうですが。もうすぐ卒業だからさ、みんな競い合うようにはしゃいでるんだよね。ただ集まってだべってるだけなんだけど、全部大切な思い出だからさ。みんな素敵な笑顔です。白金先輩、どうして私にキスしたんですか？マドンナちゃんにキスしたかったから。それじゃあ理由にならない？私はキスの意味を知りたいんです。キスの意味か。俺はさ、キスって頭で考えてするものじゃないと思うんだ。昨日はマドンナちゃんがチョコをくれたのが嬉しかったのと、やっぱり単純にマドンナちゃんにキスしたかった。マドンナちゃんにね。白金先輩。マドンナちゃん、そんなに深く考えないで。キスにそんな特別な意味なんかないでしょう。マドンナちゃん考えすぎ。大体好きじゃなくてもキスはできるよ。え？ごめん、俺傷つけちゃったかな。今さら謝ってもどうしようもないよね。もう俺のことは嫌いになってよ。もう話しかけたりしないから安心して。嫌いになんてなれません。マドンナちゃん、白金先輩にとってはただのキスでも私には意味があったんです。初めてのキスでびっくりしたけど、でもやっぱり嬉しかった。ダメだよ、それ以上言っちゃダメだよ。引き返せなくなる。これ以上マドンナちゃんを傷つけたくない。もうやめよう。楽しい話しよう。今お茶入れてくるね。待ってください。私は好きじゃないとキスできません。それ本気で言ってるの？はい、私は。それ以上は言わないで。俺聞きたくないよ。マドンナちゃんのそばにいたいんだ。せめてあともう少しだけ。
白金先輩、どうしてですか？どうして私から逃げるんですか？マドンナちゃんは何も知らなさすぎる。だからだよ。え？どういうことですか？マドンナちゃんはちゃんと知らなくちゃいけないことがある。それを全部知らないとダメだ。言っている意味がわかりません。わかるように教えてほしいです。私は一体何を知るべきなんですか？俺からは言えない。ごめんね。マドンナちゃんが見つけないと意味がないから。そんな。でもね、何も知らないじゃ許されないんだ。それくらいマドンナちゃんはその人に大事に守られてる。その人って？そいつは何も知らないふりをしてマドンナちゃんのそばにいる。でもそいつがマドンナちゃんのそばにいるためには相当な覚悟と決意があったはずなんだ。自分が辛い思いをしたとしてもマドンナちゃんの幸せを願っている男がいる。それを知らないで俺なんかを好きだなんて言っちゃいけない。それを知った時にマドンナちゃんは俺のことを好きだなんて言えなくなる。どうして？残酷なこと言ってごめん。でもマドンナちゃんは知らなくちゃいけない。教えてください。私は何を知らなくちゃいけないんですか？白金先輩、マドンナちゃんは守られているんだ。そんな、わからないです。私は一体どうすれば。俺は男で、マドンナちゃんは女だから、これ以上先のこともできる。同意があろうがなかろうが、俺にはそんなこと関係ない。このままマドンナちゃんを俺のものにすることはすごく簡単なこと。たとえマドンナちゃんを傷つけたとしてもね。ちゃんとわかってるはず。俺がマドンナちゃんに何をしようとしてるか。大丈夫、何もしないよ。でもそれはマドンナちゃんに拒絶されたからじゃない。カズキが傷つくからしない。できないよ。え、
和樹会長がどうして？和樹だけじゃない、番長やエジソン君も深く傷つく。だから俺はしない。もちろんマドンナちゃんを悲しませたくないって気持ちもあるしね。でもそれは和樹が、彼らがマドンナちゃんを守ったのと同じ。彼らの存在が俺を止める。彼らはここにいなくても結果的にマドンナちゃんを守ったことになるんだ。今マドンナちゃんはカズキや彼らの存在に守られたんだよ。それと同じでマドンナちゃんの周りにいる幼なじみくんたちや弓道部の仲間、はたまた担任教師がそばにいなくてもマドンナちゃんを守ってる。そのことにマドンナちゃんはちゃんと気づかないといけないんだ。白金先輩、誰がマドンナちゃんを本当に思ってマドンナちゃんのことを考えてるかちゃんと理解した上でもう一度同じ言葉が言えるなら俺は話を聞くよ。でも何も知らないうちはダメだ。ちゃんと知ろうとしてよ、マドンナちゃん。マドンナちゃんはもう無邪気なままじゃいられない。自分だけ何も知らないでいるなんてすごく卑怯なことなんだ。それを分からないといけない。誰よりもマドンナちゃんが一番理解しなくちゃいけないんだよ。ごめんなさい。謝るのは俺の方だよ。ごめんね。キスしたのは間違いだった。弾みだったなんて言っちゃいけないんだろうけど、ごめんね。この言葉が一番しっくりくるから。あとね、最後にお願いが一つだけある。何ですか？もうここには来ないで、しばらく自分のことに集中したいんだ。それに何も知らないマドンナちゃんを見ているとイライラしちゃうからさ。分かったら出て行って。バイバイ、マドンナちゃん。君と過ごせて楽しかった。ごめんなさい。私は知らなくちゃいけない。
私は知らなくちゃいけない。私は知らなくちゃいけないのに。和樹会長、どうして。俺を誰だと思ってんだよ。この俺がお前を一人で泣かせるわけねえだろ。私知ってる。和樹会長、私たちもっと昔に出会ってませんでしたか。何言ってんだ。そんなことあるわけないだろうが。和樹会長、会長、もしかして。私をずっと守っててくれたのって会長だったんですか。そりゃ守るよ。お前は俺の可愛い一人娘だからな。そういう意味じゃないんです。もうずっと前から、入学式で出会う前から、ずっとずっと前から私のこと守っててくれたんですよね。そんなことないぞ。誰かと勘違いしてるんじゃないのか。俺は入学式の日、幼馴染とはぐれて迷子になってるお前に初めて出会ったんだ。そうだろ。俺たちはあの日初めて出会ったんだ。白金先輩が言ってました。私を守ってくれている人がいるって。その人は何も知らないふりをしてるって。何も知らないのに好きだって言うなって。お前、大城のことが好きなのか。はい。そうか。お前、大城のことが好きなのか。一人娘を取られるのは悔しいが、お前の気持ちはお前だけのものだからな。だから私知りたいんです。ちゃんと全部知った上で、もう一度白金先輩に気持ちを伝えたいんです。もう一度って、あいつに告白したのか。はい。でも振られちゃいました。お前を振るなんて、大城のやつ何考えてるんだ。待ってください。悪いのは私なんです。私が無神経だったばかりに、たくさんの人を傷つけてきたから。だから私はちゃんと知らなくちゃいけないんです。大切な人たちの気持ち、もう傷つけたくないから。
自分の気持ちを守る前にそのことをちゃんと受け止めたいから。だから教えてください。ずっと私を守ってくれてたのは和樹会長、あなたですか？俺じゃない。そいつが誰だか知らんが、俺じゃないことだけは確かだ。いいか、世の中には知らなくてもいいことがある。本人が言わないってことは知らなくてもいいことだと思うぞ。無理に知ろうとした時に相手を傷つける場合もある。ただ知りたいってその無邪気さが人を傷つけることもある。もしくはそいつを理解したいってお前は思ってるのかもしれないが、その優しさが人を傷つけることもあるんだ。今お前が知らないのは知らなくていいからなんだ。だからあんまり考えすぎるな。和樹会長、もう寮に帰れ。そんで今日はガーッと寝ちまえ。一晩寝れば忘れられるから。いい夢見るんだぞ。じゃあな。